アンキリ港大学は、中国アンキショウワイナンシタヤア,アンクタイユタカ大概168号に、本部を置く中国の公立大学である。1945年に設置された、大学の略称は、アンキリ港。2020年11月時点では、学校の面積は3200世、生徒数約2万6 0 0余人、研究生380余人、教職員4000余人。 北高区の高門理学院邸安記理工大学は1945年に設置された安記小立防府高級工業職業学校が前身である。1947年、ワナンに移転し、安記小立工業専科学校と改名しました。1949年、ワナン大工工業専門学校に改称。1955年、合飛工業学院に正式に改名した。 1958年、合皮工業大学に正式に改名した。1971年、最高はスス電磁質学科とワイナンスス工学校が統合され、ワイナンススタン学院となる。1981年、ワイナン工業学院に正式に改名した。1993年、加藤ススタン医学専科学校を吸収合併する。1997年、 ワイナ南工業学院に改称。2000年ワイナ南科学工程学校を九州合併する。2002年アンキリコ大学に正式に改名した。学院も K も日本の大学の学部にほぼ相当する。学部は学院と K の上の編成で実態はなく日本の学部とは位置づけが異なっている。病役がないのでそのまま記す。正解学会。 技術分野1985年現在、全部で13予告38大学機関と交流協定を結んでいる。ありがとうございます。